皆さんこんばんは。おいしい競馬今週もよろしくお願いいたします。千葉さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。誰ですか？誰っていうのいいですよね。どうしたんですか？いや、まあ、ありていに言うとスタッフに用意してもらったんですけどもなんかいいじゃ良くないですか？クリスマスらしくて今いくつでしたっけ？52ですね52だからこそですよ。なんかこんなになんかベルトまで映ってないのが悔しいんですけどベルトもしっかりされていて、そうですね、これがねまたねちょっと立ち上がっていただいていいですか？すいませんねご足労かけしてはいはい、はい、お腹が一番サンタなんですよめっちゃいいっすよ ね一番サンタですよ。日本で今一番サンタやってますよ。嬉しい。私が小さい時に思い描いていたここだけ見たら思い描いていたそこだけそこだけ、はい、ここだけここだけ見たら、まあ、いい貫禄があるということでね。そうですね、はい、すごいお似合いです。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。存在でありがたいです、はいはい、ちょっとでも誰か分かんないと思うので視聴者の皆さんもさすがにひげだけ外してもらってもいいですかいいですか？はいはい、すみません、はい、さあでは今日はですね日曜日に行われます G1 の有馬記念を予想していきたいと思います、はい、競馬のお祭りということでゲストお二人お呼びしております。 SKE48 の熊崎遥さんと太田彩香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、アイドル界トップクラスの競馬好きのお二人ということで、はい、まあ、簡単にご紹介をいたします、はい、まず熊崎さんはトースポで競馬コラムを連載中です、うん、写真集をノーザンホースパークで撮影したりですとかソロライブではトースポの、競馬記者が参加する競馬コーナーがあったりと、いい意味で競馬愛をだいぶこじらせている方でございますいい意味で、いい意味で、はい、いい意味でですよね。そして初登場の太田さんですけれども、はい、太田さんは競馬番組へ多く出演しているほか SNS でも改名を公開されています、はい、2020年の有馬記念では、うん、2着に入った11番人気のサリ、はい、サラキアですね、はい、サラキアを見抜いてなんと馬連で万馬券を獲得されているという、ね、うん、はい、お見事でございます。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。はい、クイノックス、うん、あ、じゃなくてあれですね、エフフォーリアは分かった、あれエフフォーリアのもう一個前か、もう一個前ですね、もう一個前ですね、はい、もう一個前です。すごいです、はい、よく当てましたね。クロノジェニスが勝った年ですね。はい、私2020年の有馬記念、あ、2020年のエリザベス女王杯でサラキアを本命にして、まあ、勝ったんですけども、馬連で勝っていって、まあ、その時2着にサラキアが来て、うん、本当にお世話になったので、うん、まあ、有馬記念で、まあ、応援馬券も兼ねてちょっと相手に入れたらまさかの後ろからズドンと癒しを使ってくれて、お見事でございます。はい、はい、本当に、まあ、こういう風にね、有馬記念で1回当たると何回でも擦れるんでね、毎年毎年はい、そうですね、はい、はい、もうこれはもういろんなところで擦ってありがたいです、はい、まあ、でもなんかその、はい、イクイノックス当てたとかエフフォーリア当てたじゃなくてサラキア当てたっていうのがそこがちょっとね、はい、そこがかっこいいです。かっこいいです、はい、千葉さんはどうだったんですかその時は？サラキアは買ってなかったですね。あ、もう全く、大体過去のことはすぐ忘れるんですよね。良くないことはね特に最近のことはね、これが20年ぐらい前だと案外ね、これ8番人気の何々を本命にしてて口うるさく言うんですけど、うん、3、4年前だとどうだったかなみたいな感じになるんですよね、これね。あと、まあ、その当たってないっていうのが重要なところで、千葉さん当たってたやつとかだと最近だろうが過去だろうがめっちゃ喋るっていう。あ、そうなんです ね、もう、はい、何が何だかもう全く覚えがないっていう感じでございますね、はい、でもね、もう当たった時はじゃ当たらなかったんですよね、はい、きっとね、はい、ということで、はい、2人とも今日は一緒に予想いきたいと思います、はい、よろしくお願いします。さあ、ということで有馬記念ですけれども、有馬記念は競馬ファン以外も注目する中央競馬の1年を締めくくる本当にお祭りですね、はい、なんか風物詩、はい、クリスマスぐらいになると有馬記念だななんていう風に感じますけれども、そうそう、本当そうです。千葉さん、ポイントは何なんでしょうか？ポイントはね、今年本当ね、面白いメンバーになったんですよ。面白い、まあ、言うたらなんですけど、イクイノックスがいたら、あ、まあ、イクイノックスの相手探しねみたいな。だから、そう、去年一昨年がそんな感じだったんですか？そうなんですよね、うん、イクイノックスの相手探しねとかエフフォーリアの相手探しねみたいなところになるところなんですが、
イクイノックスがまあジャパンカップで引退してしまいましたし、はい、その時の2着だったリバティアイランドも今年はもう自重したの で、 そうです、ね、確たる軸馬と言える馬がいなくてもなんか単勝もめちゃくちゃ割れそうなんですよね。いやもうすでに割れてますよ ね、 すね、はい、うん、抽選して枠順決まった段階からちょっとずっと私も単勝あのにらめっこしてるんですけど、はいはいはい、なんか一番人気で5倍とか4倍とかつくぐらいつくんじゃないかっていうふうに思われます。ここ最近のやっぱその有馬記念って一番人気 1.2 倍とかでそれにかける意味って思いつつもでも、まあ、来ちゃうしなみたいなね、ことはないしなみたいなで、うん、買っちゃうみたいな、そういうのとはまたちょっと違う、ね、そうですね、今年はね、頭何だみたいなところはありますね、はい、まあそれは、に加えて、まあ、G1 馬も8といて、うん、メンバーも豪華だというようなところになりますね。みんな知ってるメンバーですね。そうですね、うん、どうですか有馬記念のイメージはお二人は。あの毎年あの実況が、うん、本当あのすごい名言を残されてってるなっていうイメージで、うん、私東海帝王好きだったんですけど、うん、東海帝王好きだった、はい、生まれてないかな、もうあの奇跡の復活だとか、うん、そういう本当実況も名物だなって思うんで、うん、今年もいろんなタイトルホルダーがラストランだったり、うん、いろいろあるので、うん、どんな実況が生まれるのかなっていうそういうのも楽しみの一つだなってめっちゃ思いますね。太田さんはどうですか。そうですね、なんだろう、この近年の有馬記念を見てると、まあ、サラキアもそうですけど牝馬が結構絡んでるイメージ、うん、なのでなんか、まあね、今回のメンバーにも結構牝馬が出てくるので、うん、ちょっと私はちょっと牝馬に注目して見てみたいなっていうのはあります、ね、一つ、はい、さあということで早速中身の話も少し出てきましたが枠順が決まりました。こちらでございます、はい、ということで早速注目の馬と予想を発表していきたいと思います、うん、まずは太田さんからお願いします。はい、はい、私はじゃん5番のドーデュースを本命にして、3連単一等軸マルチで5番から1、8、10、13、16と60点買いたいと思います。はい、はい、まあ、ドーデュースにした、まあ、理由はですね、まあ、凱旋門賞は、まあ、ちょっとヨーロッパの重馬場がちょっと合わず力を発揮することがちょっとできなかったのかなとちょっと大敗してしまったんですけども、まあ、今年初戦の京都記念ではこう、まあ、凱旋門賞の疲れを感じさせないようなこう力強い走りだったし、まあ、相手関係もあったと思うんですけどもちょっとここは強い内容だったなと私はすごく評価をしました、うん、はい、まあ、あとそうですね、秋2戦天皇賞ジャパンカップはちょっと主戦ジョッキーの武豊ジョッキーがね、うん、まあ、怪我の影響によりちょっと乗れなかったってこともあるんですけども、まあちょっとね本来の力がそこで発揮できなかったのがちょっと原因かなと思うんですけど、うん、まあ、今回は武豊ジョッキーが ね、 こう、はい、手綱を握るっていうこともありますし、そうですね、まあ、今回いい枠順も引き当てましたので、うん、はい、またこの再コンビにもちょっと期待したいなと思います。ちょっと血統的にもちょっとハーツクライっていうのがすごく気になっていまして、うん、まあ、父ハーツクライも有馬記念勝ってますし、うん、最近で言うと、ハーツクライ3区のリスグラッシュですかね、はい、こう最強馬アーモンドアイに土をつけた、うん、はい、まあ、土をつけてますので、まあ、血統的にも面白いんじゃないかなと思って、はい、ここは同日本命に、うん、はい、今年は買いたいなと思います、うん、はい、これがまたいい人気で買えそうなんですよね。そうですね、なんかね、そうなんですよね、今のところ、まあ、うん、スポーツ日本の新聞によると単勝 13.6 倍、もうそうですね、まあそこまでつかないかもしれないです、うん、これ昨日実はちょっと現場とオッズ相談してたんですね、僕がね、会社にいて、どうするドーデュースのオッズって言って、うん、10倍切るかな、でもなんか数えたら6番目ぐらいになりますよみたいな話になって、とりあえずそれにしてるんですけど、まあそういうことでいいオッズになりそうです。おお、けどなんか、はい、武豊ジョッキーってクリスマスイブの時に勝っているっていう、あ、そうですね、それも前の年にルメールジョッキーが勝った年の次の日に行われるクリスマスイブの有馬記念で2回も勝ってるっていうジンクスがあるんですよ。それがまさに今年だから、ちょっとそこも面白いなと思いながら、うん、ね。それは初耳で、はい、ね、それは素晴らしいですね。クリスマスイブの豊さんのイブって北さんブラックとかですかね。あ、そうです、そうですね、確かそうだったと思います、はい、17年がそうでしたね、はい、なのでちょっと今年も楽しみだなって言いつつも、ね、熊崎さんの私の本命は一番のソウルオリエンスからいきたいなと思います、はい、まあ、中山競馬場で
好成績残してますし、サツキ賞は、まあ、4コーナー17番手からだったんですけど、メンバー中上がり最速という素晴らしい末脚も、見せてくれました。とにかく中山のコースは適性もあるなって思う一頭ですし、北三ブラック三区ということで、とにかく有馬記念と相性がめちゃくちゃいいんですよね。そこもちょっと注目の一つだなって思いますし、ちょっと一番最内枠っていうのが、有馬記念内枠がいいとは言われているものの、ちょっとコーナリングがあまりうまくはない、なんかちょっとコーナーが膨らんでしまうっていうところがあったんですけど、菊花賞でそのコーナーワークもうまく成長してきてるっていうことなので、今回やってくれるんじゃないかなと思って、期待したいなと思います。はい、どうですかね。いやガチ勢の予想ですよね。確かにすげえなと思いました。この後にあんまやりたくないですね。やります。じゃあ私は4等ボックスです。はい、1番ソウルオリエンス、4番タイトルホルダージャスティンバレスで、16番のスターズオンアースの4等ボックスと、ちょっと拾わないわけにいかないということで、ただ、単勝でかけられるほど私もあんまり自信がないということで、ヒートオンビート副賞でいきたいと思います。ソウルオリエンスに関しては、乗り換わりなんですけど、その変わった先が川田さんっていう、なんか香る、なんか匂 う, そうです、ね、ちょっと確かにね、なんか陣営の思惑も感じるっていうところで、今年本当に私川田さんにお世話になったので、2023年もうなんか迷ったらとりあえず4等ボックス1等どうしようかなって思ってる時に川田さん入れとくと助けてもらえる。そうですね、今は全く意識しないでしょうけど、そうですね、っていう、イメージもありつつで、きっと今年の競馬ファンの皆さんみんなそういう考え方なのかなって思うので、その川田さんがソウルオリエンスに乗るっていうのは何かきっと意味があると思うんですよね。でそれでさらに内枠を引くで、その先ほどね、コーナリングがあんまり上手じゃないみたいな話ありましたけど、やっぱ川田さん本当に馬乗るの上手な方なので、竹内、さんとはまた違ったソウルオリエンスの良さを出してくれそうな気がするの で、ね、具体的に言うとちょっと前にいそうなんですよね、ある程度ね、今までみたいに後ろからね、2桁の通過順じゃない感じがしないではないですね、というのもあって、ちょっとソウルオリエンス最内枠を引いたっていうところも含めて、なんか持ってそうなので、と入れました。で4番のタイトルホルダーが私の中で本命ですね、もう頑張ってほしいっていう、ただそれだけなんですけれども、ラストランですね。ラストランで、私もこの番組始まった当初タイトルホルダーがそれこそ出てきたような感じのタイミングで、名前がその時名前で選んでたので、タイトルホルダーって名前すごいねみたいな、すごい強気な名前だねって言ったのを覚えてて、でその名の通りタイトルホルダーになるのかなとか言ってたら、本当にタイトルホルダーっぽく、なっていって、ちゃんと名実ともにみたいな風になっていた中で、やっぱ最近はちょっとこう、なかなかいいところ見せきれてないっていう悔しさもありつつ、あと天皇賞も出られなかったっていうね、悔しさも、あえてね、秋は使わなかったですからね、あったので、でそんなタイトルホルダーがめちゃくちゃいい枠を引き、で今回多分逃げはタイトルホルダーしかいないだろうと。そうですね、多分この馬が逃げることになるでしょうね、なったらめちゃくちゃやりたい放題できるじゃないかっていう。はい、同型一頭いますけど、やりたい放題感は ないではないですっていうふうに感じまして、正直一着でまで残ってくれるかっていうと私も自信はないんですけど、ただ馬券としては絶対残ってくれるぐらいの実力のある馬だと思うので、タイトルホルダー応援したいなと私は個人的に思ってます。はい、で10番のジャスティンパレスに関しては、末足がやっぱりいいのと、今回その2023年を占う中で一番こう競馬として忘れちゃいけないのはイクイノックスだと思うんですけど、そのイクイノックスに一番こういといい戦いをしたのってこのメンバーだとジャスティンパレスなのかな。秋だとそうですね、持っていて、ちゃんとこう2着についたりとかそういう経験もあるので、なんかそういう意味では他の馬よりもそのイクイノックスの背中を見てきた強さがあるっていうところで私はジャスティンパレスを入れました。で16番のスターズオンアースはもう大外枠なので、そうですね、このレース来ないですね、そこがどうなのっていうふうにみんなね思うと思うんですけど、やっぱその有馬記念の大外は勝てないみたいな。そうですね、16番フルゲートの押すと本当勝てないです。大外は馬券にもなれないみたいな。そうですね、今までないです。そういう
あのジンクスが、ね、あるというか本当にあるみたいなんですけど、ルメールさんはそういう矛盾に今までいくつも勝ってきてる。そうなんですよね。そうなんですよ。なんか、はい、え、なんで大外来た、うわ、ルメールかみたいな、うん、まあまあそういう感じですね、イメージがあって、で私今年1年振り返った時に川田さんは入れてたのにルメールさん入れてなくて負けてることめっちゃ多かったんですよ。めっちゃわかります。本当にわかりますよね。はい、あ、川田入れてルメール外して後悔するみたいな、はいはいはい、なんで その後悔を2023年を考えた時に私は最後まで後悔したくないので、最後まで後悔したくない、はい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 、あのもしかしたら実力よりも人気が落ちるかもしれないですけど、枠によってね、スタートは。そうですね、なんか、うん、あの現場ではね、これ相当人気落とすんじゃないかみたいな話になってましたね、はい、けどなんかそういう時こそルメールさんってやっぱ見とろよっていう感じになると思うので、はい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 、応援したいなというので。昨日は鎮痛な顔しましたけどね、枠見てね。すごかったですね。すごくすごく心が痛いで、はいはい、けどまあ私はやってくれると思ってるので、はい、この4頭で、しかもタイトルホルダーとスターズオンアースが入ってることで、うん、割と配当もいい感じに上がっていくんじゃないかなと思ってます、まあ、タイトルが絡めばいい感じになると思いますね、うん、この4頭でいきたいと思います、はい、まあ、もちろん心はヒートオンビートも応援しております、はい、私その時めっちゃ気になってました。絶対入れてくるだろうなって思いながら、はい、今日楽しみにしてきました。めちゃめちゃその星は気になる。4頭ボックスにはねちょっとやっぱ入れられなかったですね。ここまでの勇気はなくて本当に酒井隆石氏ごめんなさいなんですけど、ただあの心は応援しております。はいはい、苦笑いしてますよ今頃ね、はいはい。さあでは千葉さんにはまずランキングでご紹介いただきましょう。第5位。5位ディープボンドですね。おお、これがなんていうか今回のなんですか、いやこれまだ来年も、うん、多分使うと思います。あ、そうなんですね。あのね、この馬券の、まあ、肝になるのはこの馬でしょうね。何せね全然もう最近ダメなんですよ。ダメなんですけど、そもそもねまあこう不思議なもんでこうよくこの前よく2桁着順に負けるんですよね、うん、なんていうかダメな時とことんダメな、ジャパンカップよりちょっと良くなかったですね、うん、ダメな時、まあ、でもジャパンカップみたいなあの瞬発力勝負はもうダメですね、もう向かないです、うん、はっきりステイヤーの、まあ、特徴というかそういうのが出てきてるんで、うん、ああいう上がりが早い競馬、まあ、上がりが早いどころか流れも早い上がりも早いっていう異次元の競馬だったんで、うん、こうみたいな純ステイヤーが来れないのはしょうがないんですが、そのままあの2桁着順何回も何回もしててその度にその次には巻き返すっていう、うん、確かに確かに年度将来型なんですよね、うん、あと次の順番的にはそうですね、はい、ジャパンカップ10着でそうですね、もうこれ今まで2桁着順引いて巻き返せなかったのは去年の有馬記念だけなんですよ。あ、でも去年の有馬記念はまあちょっと具合的にももう一つだったかなという気もするんで、まあ、今回はなんとかしてくれるかしてくれると馬券的に大跳ねするんでね、この馬が入ると、なので、多分ねこう密かに狙ってるディープボンドファン結構いると思うんですよね。この馬、まあ、その有馬記念実際2着もありますし、お世話になった方も多いでしょうから、はい、なので、ディープボンドが、まあ、5番目と言いつつ馬券的なで一瞬ねじゃあないっそこの馬から買うかみたいなのも考えたんですけど、そこまで言われると無理かと思って、まあちょっとただまあこの馬からの馬券もちょっと仕込んでみたいぐらいの今回の有馬記念のポイントとなるまで、こういったなんですけどもう6歳の有馬記念なんでもうそんな馬券になるチャンスね、あの自分の庭の長距離になるともかく、中距離以下だと厳しいかなという感じもちょっとあるんでね、余計にまあラストチャンスとして乗り換わり云々はいろいろ言われてますけど、うん、まあまあまああんま気にしなくてもいいかなというふうには思います、うん、こういうのまあ気分も変えるもね、馬の気分も変えるも大事ですし、これ枠もねいいところで、タイトルホルダーが行くのはもうほぼ確定なので、うん、その後ろにその気ならつけられるんじゃないかなと思うんですよね、うん、最近ちょっとずぶくなってるんでいけるかどうかちょっと微妙なんですけど、うん、まあマーカンドはねあのなんですかね、折り合ってビュッっていう足使うよりはちょっとズブイマを追わせていいタイプなんで、そういう意味も込めてだからわざわざ変えてきたんだと思うんですよね。そのいろいろな意味というか意義がある乗り換えだと思うんでちょっと楽しみにしております。では第4位はこれね4位ねあのすげえ迷ったんですよね、どうしようかなと思って、はい、
5頭に絞れないですよね、本当、どこが来ても。で、4番目にとりあえずタスティエーラを置きました。おー、タスティエーラ、これがね、また外枠引いたんで。そうですよ、だから私外しました、それで、で、実際昨日、秋田平木城あの社長が、あのキャロットファームの社長が13番引いてムーアに謝ってましたからね、ごめんねって。ムーアもなんか、ムーアもなんかよく分かんないけど、うーんという感じでしたけど、まあ、有馬記念の外枠がレースしづらいっていうのは、もちろんコース形状的なことはあるんですけど、でムーアもまあ一応言われるとは思うんですけど、まあそんなこと気にするジョッキーじゃないんでね、でその枠がどうこうっちゅうんやったら、ヨーロッパはもっとひどい競馬場いっぱいあるんで、あんまり気にしなくてもいいと思うんですよね。で、このまあ、そのいろんなレースできるっていうか、あの正直ね、こうオール90点みたいな馬なんですよね。90点って高いですけどね。そうそうそう、すごい高いレベルで安定してて、どこにもこう順番つけたら全部2番目みたいなタイプで、まあ、でレースの結果はダービー勝ってるみたいな、タイプなんで、まあ、ちょっと馬がどんな風にするのかみたいな。この馬がね、ちょっと例えば内枠引いて1番人気に入ったら大して買う気起こらなかったんですけど、外枠で陰気を落とすんだったら、ましてムーアならというところはありますね。まあまあ、まあ、ムーアはまあまあ、プラスアルファのところですけど、馬自身もそこまでね、その他の馬に比べれば外は気にしなくてもいいかなという気はしております。では第3位はスルーセブンシーズですね。あ、これがね、またね、昨日のね、池添ジョッキーがね、15番って聞いた時の、あの肩の落とし方ね、すごい。ただまあ、あれはね、若干のなんていうんですかね、演出も入ってますよね。あ、これは多分こういう風にした方がなんとなくいいんだろうなみたいな、ちょっとこう芸人魂が出た、芸人じゃないですけど、でもすごい3位に外枠ですよ。そうですね、まあこう言ったらなんですけどね、このレース本当枠で8枠は良くないっていうのが、みんなにルフしすぎてて、スルーセブンシーズとかスターズオンアースなんて内枠引いたら3番人気以内になる馬なんですよね。でスターズオンアースはさすがに 2,3 番人気だと思いますけど、スルーセブンシーズってもうちょっと人気落ちそうなんで、そうするとがぜん、まあ、要は出てくるわけですね、買い目で。スルーセブンシーズね、そこまで外枠は悪いかなと思うんですよね。この血統自体はね、あんまり気にして、まあ池添ジョッキーは内枠を引いたみたいですけど、別にそのもう一呼吸置いて打ちつけちゃえばいいんじゃないですかね。あんまりもうそこまで気にしてないですけどね。枠はもう関係ないと、はい、というかむしろ ね今回で枠を僕らがしかいわゆる馬券派の人間が気にしてるのは、オッズがどうなるかっていうのを気にしてるんですよね。そういう意味では外枠に有力馬が入って人気を落とすっていうのは結構ありがたくて、むしろ積極的に狙っていきたい感じですよね。では第2位は、はい、スターズオンアースです。おね、普通にね、そうだ、なりますよね。このレースで過去、まあ、60何回やってて、16頭立てになったのは、まあ、25、6回なんですけど、今まで1回も来たことないんですよね、8枠16番って、で、まあ、コース見たら分かるんですけど、いきなりコーナーなんで、そりゃまあ厳しいわなっていうコースで、実際そのタイトルホルダーあたりがお外入って、やっぱちょっと厳しいなっていう感じのレースになったんで、これね、どう乗るかがすごくポイントで、一つはね、昨日ルメール自身が言ってみたいに、すごいポジティブにっていうか積極的に乗る方法ですよね。なんなら 2,3 番取りに行くぐらいの、前から行くが一つと、あとは全部生かして最後にイン取る方法と、だからそれがこの間の朝日杯ですよね、ルメールさんが言ってた、ね、あれはね、豊かじゃね、うちから出遅れてもう後ろから行くみたいな、豊かさんか、ああいうレースにするか、どっちを取るかですね、どっち取った方が勝ちやすいのかなとかね、いろいろ思うところですよね。この馬自身はね、タスティエラの時に言ったようなタイプなんですよ。どれもまあ90点みたいな馬で、とにかくその、まあ、最後ね、頑張り屋さんなんでね、割とね、まあ、ごちゃっとしたレースの方が得意ではあるし、相手が強いと相手が強いなりに走る、こう、まあ、どっちかというとね、牝馬限定より混合戦の方がレースしやすいタイプなんですよね。逆に極端な枠に入ったからこそ、ルメールジョッキーがもう外か内かって、もう最初からそうですね、おそらく決め、まあ、もちろん両方のプランを持ってスタートしてのの左の風景で決める感じですね。あ、そうですね。なんでその辺をどう予想するか、
まあ、馬券的には、行ってしまった方が危ないですね。止まるような可能性は大きくなりますが、ウィンついた方が、その 2,3 着には来やすいでしょうけど、ただ 2,3 着でいい馬じゃないんですよね、この馬ね。後ろからインつきたいっていうふうに見透かれてインを開けてくれない可能性ないですか？十分ありますね。でその今回一度りの厳しい外国人ジョッキーがね、外枠に揃ってるんですよ。そう、ムーアとかムザバエフあたりは一度りにかなり厳しいんで、うん、そのあたりの動きもルメールは見極めて乗る必要があると。けど何でしたっけ、あのオークスでしたっけ、スターズオンアース の、はい、あのルメールジョッキー外枠だったんですよ、大外枠 で、うん、今までオークスで大外枠で一着来たことがないっていう歴史を塗り替えたんですよね。そのほぼ立てに勝ったんですよ、はい、東京と中山違うけど、うん、そういう歴史を塗り替えることができる人だから、今回何があってもおかしくないから難しいですよ ね、うん、まあ、そうですね。スターズオンアースの前までは大外っていうのは同着1着しかなくて、初めて単独の1着になったのが、まあ、あの手のはジンクス、あくまでジンクスなんですよね。その確かなこう統計的にそうだっていうというよりは、まあ、傾向としてそうだっていう話で、ただね、有馬記念はね、もう試行数そんな足りないですけど、明らかに外枠来れないような流れになることが、まあ、あるのはあるん で、うん、でそれ分かった上でみんなが乗るっていうのが、まあ、毎年のあれなんですけど、まあまあ面白いレースになるのはこのスターズオンアースが大外、本来なら一番人気でもおかしくない馬ですからね。おそらく一番人気にならないと思うんですよ、どう乗るかっていうか、どこからレース進めるか、しかもまあどんなレースもできてしまうタイプなんでね、なんかそれがまたそのルメールさんの凄さですよね。なんかゴールキーパーでいうと、ボールを蹴ってからどっちに飛ぶか決めるタイプっていうか、そのいや、いるんですよ。PK の時とかに、どっちに飛ぶか山を張って飛ぶ人と、うん、蹴ってから飛べる動作力を持っている人がいて、いるんですね。で、それこそ川口義勝さんとか、うん、昔2004年のアジアカップの時は見えてたって、どっちに蹴るか。すごいですね、見てから飛べてた、うん、でルメールさんはそのタイプだと思うんですよ。はい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 、その競馬が始まってからプランを変えたりとか、うん、その自在にこう、あ、こうした方が良かったなってなったらその場で変えられちゃうタイプ、うん、そうですね。でその馬に、うん、それについてこれる馬だなので、うん、これは例えばだから予想する展開予想なんかする人もこの馬どこに置くかっていうのが一つのポイントになるんですよね、うん、先行すると先行馬がきつくなるし、後方だと前が残りやすくなるみたいなところもあるんで、うん、面白いところでしょうね、うん。ではスターズオンアースを差し置いて1位は、はい、タイトルホルダーですね。あれ、タイトルホルダー、うわー、一緒だ、一緒ですね、嬉しい。ね、このタイトルホルダーっていう、まあ、自身はこれ過去2年有馬記念で5着と9着、まあ、もちろん、昨日栗田先生も敗因ね、まあ、1年目はまあまあその枠もきつかった、大外だったんでね、うん、で去年はまあ、海外帰りで正直ちょっと体調は戻ったと思ってたけど、そこまででもなかったっていう、そういう意味では今年はね、もう夏ぐらい、7月ぐらいだったかな、もう天皇賞じゃなくてオールカマーで復帰して、ジャパンカップと有馬記念使いますと、でもうこのままが東京より中山向いてるのはもうみんな知ってることですから、まあ、明らかに有馬記念狙いのローテーションなんですよね、で、まあ、ラストランで、有馬記念はまあその一番強い頃っていうのは4歳の春なんですけど、それに比べるとちょっと 0.9 とか 0.8 かけたような感じの雰囲気ではあるんですが、とはいえね、今年やっと内枠引きましたし、ね、去年一昨年は16、13と、枠悪かったんで、いい枠ですんなり先行できて、まあ、アイアンモローズがどう出るか分かんないですけど、まあ、でもまあまあそのいわゆるラップ的にはこっちの方が全然早いんで、うん、でそうするとまあ楽にいけるだろうということで、いや何よりも陣営を最後に勝たせたいと思ってる、まあね、タイトルホルダー陣営ももうね、ここ勝負ということで、仕上げてきてますんで、うん、でその単独逃げで、内枠でということなので、まあ正直ね、その枠が悪かったら、まあ、他考えたんですけど、うん、ここまでいい枠引いたんだったらそれもまあ導きかなというように思いまして、うんうんうん、タイトルホルダーから、もうこれも頭固定ですね、タイトルホルダーから、ソウルオリエンス、スルーセブンじゃないや、ソウルオリエンスと、ディープボンドと10番のジャスティンパレス、13番タスティエラ、15番スルーセブンシーズ、16番のスターズオンアースという感じで、まあもう、まあ、有馬記念ってね、うん、
ある程度ちょっとこうお世話になった馬に、うん、ね、感謝をみたいなところありますんで、まああれこれ買い足すのはまあ後にしようみたいな感じですね。あれ買い足す？とりあえずここではタイトルホルダーだ。ここではね。ここでは、ね、ではでは、はいはい、という感じでいきましょう。馬券買いの3分前とかに買えるのやめてください。あれでもね、もう競馬ファン全員思分かると思うんですけどね。あるんですよ、ひらめくこと。3分前に神様からなんか、ね、変えちゃうんですよね。マジそうそう、まあ、でも有馬記念の3分前だとね、本当、ネット回線が混んでる、ね、そうそう、通信の状況って危ないんで、あれですけど、ありますよね、パドック見てなんかすごく輝いているな、この馬は。そうそう、あるんですよ、まあ、まあでもまあ予想上はもうタイトルホルダーで、統一しておきます。あ、さあということで、ぜひ皆さんも有馬記念チャレンジしてみてください、はい。続いてはそんな有馬記念に関係する話題を千葉さんに教えていただきます。競馬に恋した君を沼に沈める一丁目。イエーイ。こちらは競馬記者の千葉さんから競馬の面白さを教わって競馬の沼に沈んでいこうというコーナーです、はい。今回のテーマは、そうですね、今回のテーマはですね、有馬記念は余力の勝負、余力の勝負、余力って言われてたんですよ、はい、言われてた。そう、過去形なんですよね、実は。いや、で、余力の勝負じゃなくなったかっていうと違うんですけど、余力の勝負っていうのは要は昔っていうかね、平成の初めぐらいとか昭和の終わりぐらいって、今とちょっとローテーション違ったんですよね、中長距離の一流馬って基本的に京都大賞典が毎日朝刊で、まず秋一層目を使って、その後天皇賞秋使ってジャパンカップ使って有馬記念と、だいたい4走するっていうのがまあ一流馬の、まあ、王道ローテと言えるぐらいの時代が、まあまあ、そこそこあったんですよ。ただその頃の有馬記念って要は秋4走してこうヘロヘロになったのが結構出てきてたんですよね、結果として。で、まあ、あんまり無理遣いしてない菊花賞を使ってた3歳馬とかにやられるみたいなパターン、前のトップカンドがそうですよね、そういうようなパターンで、よく決まってた3歳馬の菊花賞馬が強いっていうのは、要は菊花賞を使った後あんまジャパンカップって使わないんですよ。一応使えるようなローテになってるんですけど、菊花賞から直接有馬記念に来れるから3歳馬が強いっていうようになって、でね、実際、2000年代のどうですかね、ちょっと10年ぐらい前までは秋4走する馬もいたんですけど、これ最近だとね、もう奇跡とかね、モズベッロとかあたりしかやってなくて、要するにもうみんな分かっちゃったんですよね、有馬記念ってやっぱ秋4走してるとダメだなみたいなことが。これ有馬記念は余力の勝負っていうんで、余力がある馬を狙ってればよかった時代はもう終わってしまいまして、なるほど、全員が余力がある状態で臨むようになったんですよ。その中でまたさらに余力がある人、そうですね、まずそれも一つですね。で、ただ全員が余力があるってことは全員力発揮できるってことで、そうすると何が、まあこれいろんなファクター、他に馬場が良くなったとかいろんなファクターあるけど、枠が重要になってきたっていうね、昔以上に。だからそのシルクジャスティスとか、まあ古すぎるんですけど、その頃って外枠も来てたんですよ。それはやっぱ内が結構悪かったんですよね、馬場で内が悪くて、結果として外が来れるような時もあったんですけど、今はね、最後まで使ってる中山の芝でもインがわりかし使えるんですよね、先週はちょっと外出しかなと思ったんですけど、あれ先週外出しかなと思って今週も外出しかと思うと戻っちゃうんです、あれ不思議と。やっぱそれだけ馬場の管理が良くなってるんですよ ね、 すね。なんで、いわゆる枠ゲームの傾向が強い、みんなが余力持ってるんだったらそれは打ち取った方が有利だべみたいな話になって、あとはまあローテーションの組み方がどこに力点を置くか。例えば今年のイクイノックスだったら、あれ去年はあれ天皇賞秋使って有馬記念使ったわけですよ。要するにまあちょっと連戦するのが嫌だったんですよね。でも今年はもう連戦しても大丈夫だからつって天皇賞秋使ってジャパンカップ使って引退と、で要は秋2戦ぐらいでベストとなるローテーションをどう探ってくるか、まあ、せいぜいまあその叩きの実を1個挟むかどうかみたいな感じの使い方。実際今回秋2戦目で臨む馬は結構いるんですよね。タスティエラとかスターズオンアースとか、まあスターズオンアースはちょっと1トンズあったからのもあるんですけど、秋2戦目でどこに力点を置くかで、例えばその有馬記念に本当に力点を置いてる馬はどれかっていうのを探すっていうところになりますよね。実際問題、その3歳馬って
じゃあ有馬記念と菊花賞どっちに力点を置くのっていうと、これなかなか難しいとこなんですよ、うんうんうん、だから言うたらどっちもどっち の仕上げになっちゃうっていうのはありますよね。逆にタイトルホルダーなんてジャパンカップは言ったら適正外で相手がイクイノックスいますから、うん、どっちに全力かって言ったらそれは有馬記念に決まってますよねっていう話にはなるわけですよね、うんうん、なんで、まあ、余力をなんか中その中でもまだ余力がなさそうっていうか忙しそうなので言うとやっぱそのジャパンカップまで出たドーデュースは、うん、そう、こういわゆる秋三走っていう、まあ、ちょっと、うん、ちょっとねこう嬉しくなる、僕らにとっては嬉しい、僕らファンにとっては嬉しいけれども、うん、今現場レベルでは必ずしも推奨されてないようなローテをあえて取ってきたんですよね、うん、ただそれはやっぱそういうそれだけこの馬がタフだっていうような勝者でもあるし、まあ、正直ねどうなんですかね、陣営もどれに力点を置くか迷ったんじゃないですかね、この馬に関してはね、で3戦目だからいいのか2戦目だったから良かったのかっていうのは、うん、これまたね調教いつも動くんでね、この馬ね分かんないんですよ、よく、うん、あでもなんかそのねドーデュースは4歳じゃないですか、うん、だからその年齢的にもそのやっぱ3歳馬に比べたら疲れは取れにくいからという人間が20代よりも30代になる私の方が疲れが取りにくいと同じで、それいやいや本当最近すごい感じるんですよ、30歳前になんか寝ないと全然疲れ取れないなみたいな、昔は寝ずにやれたのになみたいな、なんか12連勤も余裕だったのになみたいな、全然余裕なくなってるなっていうのあるんです、やっぱ年って大事だなと思うまあでもね、あのローディースぐらいっていうか4歳秋ぐらいは少々無理も効くと思っていいんじゃないですかね、そうなんです、はい、逆に私は違うタイプで、あの飽きすぎるとあの疲れがすごいドッとくるタイプで、逆にあれ前まで連続で走ってた時っていうか動いてた時はめちゃめちゃ体が慣れていい走り出せてるのに、間が空いたおかげでちょっとなんかあれ忘れちゃったなっていう、いわゆるそういう馬もいますし、てか待って大体でも多くないですか感覚を開ける、うん、そう実はね、そうあのみんなそうなんですよ、実際みんな熊崎さんみたいに休み明けってなんか力ちょっと入らねえなみたいなのが本来なんですけど、そのトレセンだけじゃなくてトレセンの外でも調教施設っていうのがすごい整ってて今、うん、要はその休み明けから仕上げる方法論みたいなのが昔に比べるとそれこそこの10年15年ぐらいでものすごい進歩してて、だから休み明けでマイナスになる馬っていうのが少なくなったんですね、いないわけじゃないですよ、いないわけじゃないですけどすごく少なくなったんですよ、でぶっちゃけ一流その G1 出るような一流馬っていうのは休み明け走らない馬がほぼいないんですよね、もうそういう時代じゃなくなったんです、そうだからいきなりテンション高めて仕上げるような、もうその、うん、そういうそのトレーニングような方法論が確立されてると思っていいんですよね、はい、うん、太田さんはドーデュース本命でしたよね、はい、確かね、はい、ってなるとちょっとこの余力、うん、そうですよね、調教とかでやっぱ見分ける必要があるんですかね、まあ、うん、あのね、その僕はまあ調教派でもないですけど、うん、で現場でに聞いたりするんですけど、ドーデュースが悪いって聞いたことないんですよね、めちゃくちゃ動くんですよ、何なんですかね、多分おそらくですけど、ニコルンとみちょぱさんがずっといいのと同じだと思う聞こうじゃないですか、聞こうじゃないですか、気になる、はい、気になる、気になる、2人がずっと忙しくても、うん、ずっとどの番組でも同じパフォーマンスをできてるのと同じだと思う、実力があるから、まあそうですね、まあ、要は確かにあのフットワーク見てると、うん、あのちょっと中距離馬にしたら珍しいものすごいピッチ走法なんですよ、うん、ドーデュースって、だからマイラって言われるんですけど、うん、ビビビビビッとこうすごい勢いでフットワークで走っていくんで、なんか何回見てもどこで見てもいいんですよね、特にあのポリトラックコースって言ってあのちょっと溶ける出やすいコースって走ったりするんでね、あの友道厩舎自体が、そう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 、なんでもうすっげえすっげえって俺毎回言ってますわであの天皇賞秋とかもちょっとやばいなこれとかつって、よくよく考えたらジャパンカップもすっげえ、でも天皇賞もそうだったなみたいな感じの馬なんで、まああれをねさらにこう例えばこうそんな張りだとか、うん、そのフットワークの完歩数だとかで、うん、細かく調べる人もいますけど、まあ、僕はね大体 G1 出てくる馬は、まあ、大方9割以上出てくると思っていいぐらいに思ってるんで、そこまであの調教重視しないんですけども、まあ、その中でもまあドーデュース今回も良かったですね、なんでまあ3走目、うん、余力的にねあるかないかって言われると、うん、まあどうかなっていうところではあるんですよね、余力で言うとその3走走ってるかも大事だと思いますけど、やっぱ直近ジャパンカップ走ってるっていうのはその余力が削られてる一つの要素にはならないですか、いやなるんですよ実はね、このジャパンカップ、まあ適性が違うっていうのもあるんですけど、ジャパンカップって負けた馬の巻き返しが多いんですよね、有馬記念って、
それはまあさっきの余力の話と もう関わってくるんですけど、うん、まあ、ジャパンカップはちょっと適性に合わないから、うん、区部で出て次を 100% で出ようみたいな感じになる馬が有馬県で巻き返すパターン非常に多いですし、うん、まあ、今年で言えばそのタイトルホルダーであるとかディープボンドなんてのはその口ですよね。確かにそうですね、巻き返してきそうで、同じ3走するのでもどこに力点を置くかみたいな、どこに最大のまあ注力をするかみたいなのが、で今要するにそのレベルの高い馬っていうのが比較的接近してるんですよね。イクイノックスみたいなのはもちろん、まあ、何年かに1回出てくるんですけど、うん、そうじゃなければ大体 G1 っていうのはしょっちゅう勝ち馬変わるわけで、うん、そうなるとその陣営含めて、牧場とかね、厩舎とか全部含めてじゃあどこに力点を置くかどこ勝ちに行くかみたいなのが、まあ、ポイントにはなりますよね。でもそうやって考えるとスターズオンアースはジャパンカップで3着で、うん、結構ガチでいったわけじゃないですか、うん、これはね、でもね天皇賞本当は使いたかったんですよ。ああ、そういうことか。でちょっとまあ1トンズあって、うん、でジャパンカップの方にあれもね、まあ、馬体とか見てるとまあもうちょっとだったかなっていう感じだったんで、この馬の2走目はいいんじゃないですかね。へえ、逆にこの有馬がいいんだ。ということで今、はい、その余力について伺いましたけど、はいはい、まあ、昔の話とは言いつつ、うん、そうそうそう、みんなが常識になっちゃったんで、うん、あとはその上に何を乗せていくかっていうことになってます、うんうん、ぜひ千葉さんから学んだことを皆さんも自分のねものにしていただいて、うん、はいはい、まあ、これも一節ですよ、はい、馬券買いの何かヒントにしていただければというふうに思います、はい、千葉さんありがとうございました。ありがとうございました。ということであっという間にエンディングの時間となりました。お二人いかがでしたか。いやもうね、この有馬記念の会に呼んでいただき、うん、めちゃくちゃ嬉しかったですね。めちゃめちゃ嬉しいです。あのもう予想出しちゃったのが惜しいなって思って、はい、はい、そうなんですよ。そうなんです。ちょっとタイトルホルダーどうしようっていうのをね、はい、すごく買い目に入れたなっていうのあるんですけど、まあ、プライベート馬券で入れればいいんですよ。あ、そうですね。そうですね。はい、まあでもね、千葉さんだけはダメですよ。それやんないとちゃんと。はい、千葉さん何回もそうやってやって、なんか3秒前に降りてきたとか、なんか適当な嘘ついて、あの皆さんには伝えずに、なんかこっそり買ってたもので万馬券当ててるんですよ。こっそり美味しい競馬してるんですか。うわー。うわー。私たちもちょっとこっそり美味しい競馬を。はい、まあでもね、本当にどの馬がグランプリホースになるのか、うん、本当楽しみだなと思います。はい。ということで最後にお二人からお知らせがあれば何かお願いします。はい、SK フードから皆さんにお知らせなんですけども、なんと来年2024年、2月28日に、32枚目シングルのリリースが決定しました。ありがとうございます。はい、本当にね、ファンの皆さんや、こう見てくださる皆さんにこう素敵な、ね、シングルを届けしたいなと思いますので、ぜひ詳細は SK48 の公式ホームページをぜひチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もし、はい、有馬馬券取ったよっていう方、今オンラインサイン会などありますので、ね、よかったらぜひ私たちに、はい、ぜひ自家報告を、はい、お願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。さあ、そして今回千葉さんが予想しました有馬記念のレース展開や買い目など詳しい情報についてはロガールブログでも公開をしています。そして来週はホープフルステークスと東京大賞典の2つを珍しいですね予想したいと思います、はい、2本の動画を公開しますので、ぜひ来週は2本ご覧いただければというふうに思います。皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、良いクリスマスイブをお過ごしください。さようなら。さようなら。